やり抜く子の育て方第3弾夢を叶える力を育てるための親の関わり方を解説しますそういうことですよねはいこんにちはライフコーチのミスターオカチです今日も来てくれてありがとうございますこれまでの動画ではやり抜く子と投げ出す子には決定的な違いがあるということを解説してきましたそれは ライフスキルですいわゆる非認知能力最後までやり抜く子はライフスキルが高くてそして途中で投げ出してしまう子はライフスキルが低いだからやり抜く子を育てるためにはライフスキルを高めることが大切です今日はライフスキルの一つである夢を叶える力を高めるための親の関わり方を厳選して 3つ紹介させていただきます今日の動画を見ていただけたらやり抜く子を育てるための考え方や具体的な関わり方が分かりあなたらしい子育てができるようになりますので最後までご視聴ください。 このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん子供の教育に関わる方に向けてやり抜く子を育てるための行動習慣にフォーカスした動画を配信してます。興味がある方はチャンネル登録ボタンポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと SNS でも毎日配信してますので概要欄から繋がってください。それでは行きましょう。夢を叶える力を育てるための親の関わり方。一つ目。 夢に日付をつける。二つ目、ベビーステップ。三つ目、ミッションを持つ。一、夢に日付をつける。締め切りのない目標は叶いません。プロのサッカー選手になる。絶対一番になる。テストで100点を取る。中学試験に合格する。 口では大きなことを言うものの、全く頑張ってる様子がありません。勉強してないし、努力していないし、練習していない。そして、試合とかテストが返ってきた時は、次はもっと頑張るぞというものの、口だけで努力してる様子がありません。このようなことはありませんでしょうかやり抜くこの共通点の一つに、 夢や目標に日付をつけるということがあります。得点王になるではなくて、次の試合で3点取る。足が速くなるではなくて、今月のスポーツテストで50メートル走を9秒1で走れるようになる。このように、いつまでにどうなるのか、 期日と具体的な目標、両方セットでつけることが大切です。何をやるのか、そしていつまでにやるのか、そこのゴールが明確になれば、今日やることが見えてくるからです。だから行動につながりやすいんです。親御さんとしてできることとしては、子供がやりたいこと、夢、目標、それが見つかったときに、それをいつまでにする 具体的にどうなりたいというような形で期日と具体的にどんな目標なのかを明確にするサポートをしてあげましょうバスケットボールのシュートがうまくなりたいそのように言ってる子供がいたらシュートがうまくなりたいって言ってるけど具体的にどんなシュートがうまくなりたいのそしてどれくらいうまくなりたいのそのように聞いてあげます例えばランニングシュートがうまくなりたい 今は5本打ったら1本しか入らないけど5本打ったら3本は入るようになりたいなるほどランニングシュートを5本中3本決めれるようになりたいんだね分かったよじゃあそれをいつまでにするうーんこれから1か月間だからえー、3月の終わりまでにそれしたいです なるほど大ちゃんは3月の終わりまでにランニングシュートを5本中3本決めたいって思ってるんだねそれどうだろうできそうかなうんできそうやりたいわかったじゃあそのためにはどんな練習したらいいかな このような形で、やりたいって言ってる目標とか夢に、いつまでにやるのそして具体的にどういうことを、どれくらいやりたいのっていうふうに質問をしてあげて、ゴールを明確化します。そしてゴールが決まったら、そのために今日やれることはどんなことがあるだろうというような形で問いかけをしてサポートしていきましょう。そして、 いつまでに何をするのかそれが明確になったらそれをね紙に書いたりしてそれを目の前に貼ったりするとそれをいつまでも忘れないようにそのゴールをイメージして毎日の練習勉強そして努力ができるようになります2つ目ベビーステップ100%達成できることを目標にしましょう目標は大きい方がいいそれとも小さい方がいい そのように聞かれることがよくあります。基本的にはどちらでも OK です。子供がその目標に対して一生懸命頑張れるのであれば大きい目標でもちっちゃい目標でもどちらでもいい。ただ今の現状で途中で投げ出してしまうすぐに諦めてしまうそのような投げ出す子であればできるだけ小さい目標であればグッドです。ベターです。 実際に僕が知ってるやり抜く子もそのようなちっちゃな目標を毎日立ててそれを守って確実にやっていきます。 そう絶対にできることを目標にしてそれを絶対にやるんですそして自分で約束するそして自分がそれを守る行動するできたそのプロセスですよ自分で決めたことを自分が守る自分で約束してその約束を自分が守るそういうことを積み重ねていくことで自信っていうのが湧いてくるんです自分を信じられるようになる自分を信じると書いて自信なんです自信を高めるためには自分が決めた約束を 自分でで守ることが大事なんですだからまずはたくさん守りましょうめちゃめちゃちっちゃい目標でいいです毎日絶対にできる目標を立ててそれを一つ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 守っていく達成していくそのできたっていう達成感が自信となりそして次に一歩踏み出す行動になるんです目標を立てる時のポイントは3つです期間を短くする 100%達成できることを目標にする。そして自分で決める。今から1時間で何ページぐらい本を読めそう今日のサッカーのレッスンでは何本シュート打てるかなこのように問いかけてあげて 小さな目標を立てるためのサポートをしてあげましょうそれがめちゃめちゃ簡単やんって思うことであったりめちゃめちゃ大きいやんって思うことであっても本人が言ったこと本人が決めたことなら尊重してあげる。 大事なことは自分で選んで自分で決めた約束その約束を守るということですその自分で決めた約束を守るそのプロセスで自信っていうのがついていきますそして次に一歩踏み出す行動に変わっていくんですそれがやり抜く力なんです 最初は一歩でいい。小さな一歩でもいいし、ちっちゃなドミノでもいいんです。で、そのちっちゃなドミノを倒したら次はもうちょっと大きなドミノ。それを倒したら次はもうちょっと大きなドミノ。そんな感じでちょっとずつ大きくしていくことで、できることがどんどん増えていき、自分がやりたいことを実現できるようになるんです。最初は小さな一歩から。それが人生ってもんですよね。はい、これが最後です。3、ミッションを持つ。 今やってることのその先を想像させる。僕が信じていることがあります。それはミッションを持てば人生が変わる。ミッションを持つだけで つまらないことが楽しいことに変わり、やらなければならないことがやりたいことに変わる。実際、ミッションを持っている人はやり抜く力が高くて、そして人生の幸福度も高いということが研究によって報告されています。このような話があります。3人のレンガ職人のお話です。ミッションの重要さをお分かりいただけると思います。 旅人が三人のレンガ職人に出会い、何をしているんですかと問いかけます。一人目は、親方の命令で積んでるんだよ。見たらわかるやろ。こんな仕事はもう嫌だ。二人目は、壁を作ってるんだよ。大変だけど、金を稼ぐためにやってるのさ。僕には家族がいるからね。三人目は、 後世に残る大聖堂を作っているんだよ。これが完成したら世界中から困っている人がたくさんここに来て、えー、お祈りしていく。そして幸せな毎日を取り戻すことができる。この仕事につけて僕は本当に光栄だ。このように答えました。このように同じ仕事をやっていても 文句を言いながらいやいややってる人もいれば3人目のレンガ職人のように楽しそうにやりがいを持ってやってる人もいるこの違いは何かそうなんです3人目のレンガ職人はミッションを持っていたミッションっていうのは今やっているこの先にやる目的です 今やってることをやり続けたらその先どんないい世界があるのかそこをイメージできているかどうかなんです例えば中学,受験に中学受験に合格したい ここういういとがあります。そのために勉強しているじゃあその中学受験に合格したその先には一体何があるのかそこをイメージしながら勉強している人とただ中学受験に合格するぞって勉強している人では全然やる気とそしてパフォーマンスが変わってくるんですそれではどうやったら子どもにミッションを持たせられるのかとても簡単で効果的な質問がありますそれは それをやり続けたらどんないいことがあるこのように問いかけてあげることです。子供が漢字の勉強をしていました。たけしくん、今日も漢字頑張ってるね。たけしくん、その漢字の勉強をずっとずっとずっとやり続けたらどんないいことがあるのかな まさしくん、今日もドリブルの練習してるね。そのドリブル、その左のドリブルの練習、一生懸命やってるけど、その左のドリブルを練習してめちゃめちゃうまくなったら、どんないいことがあるかなこのように、今やってること、その先、それをやり続けたら、どんないいことがあるのか、それを質問しかしてあげてください。 そして子供が話し始めたらえそしてそしてそれをやったらどんないいことがあるのえあ、そうなんやえそれをじゃあやったらどんないいことがあるってどんどんこう前のめりになってね話を聞いてあげるんですそうすれば子供も今やってるここの先この先にどんないいことがあるのかなって想像しながら勉強したり努力したり練習できたりできるんですはいそして一通り子供の意見を聞き出せたら まさるくんはみんなを驚かせて笑顔にさせたい。だから動画を作って YouTuber になりたいんだね。このようにようやくして伝えてあげると、あ、お母さんがわかってくれてるってなったり、よりはっきり未来がイメージできるようになります。そうすれば、早く勉強しなさいって言わなくても、自分が先の世界をイメージして自動的に勉強できるようになるんです。 はい。ということで今日は、やりのっこの育て方、夢を叶える力を高めるための親の関わり方を3つ紹介させていただきました。一つ目、夢に日付をつける。ぼやーっとした目標があるんだったら、それいつまでにやるんだろういつまでにできそうそして、具体的にどれくらいシュートが上手くなりたいのっていう風に問いかけてあげて、期日と 具体的な目標の姿を明確にするサポートをしてあげましょう。2つ目、ベビーステップ。めちゃめちゃちっちゃな一歩でいいんです。めちゃめちゃちっちゃな一歩でいいから、絶対にできることを目標にしましょう。 そうなんです。自分で選んで自分で決めることが大事。そしてその自分で決めた約束を守ることが大事なんです。そうすれば自分を信じられるようになり、次を踏みに踏み出す一歩になる。それがやり抜く力です。三つ目、ミッションを持つ。それをやり続けたらどんないいことがあるかな。 ということで、今やってるこの取り組みのその先の世界をイメージさせる、そのサポートをしてあげましょう。そうすることで、やらなければならないことが、やりたいことに変わっていきます。そうです。実ッ,ッションじゃない、ミッションを持てば人生が変わります。 ははいといととうこでで今日は以上です少しでも勉強になったためになったおかっち頑張れて応援してくださる方は高評価ボタンを押ししてくくれたらめちゃくちゃゃ嬉しいです、えー、このチャンネルでは今回のように子育てを頑張るお父さんお母さんそして子どもの教育に関わる方に向けてやり抜く子を育てるための考え方や関わり方を具体的にもう。 全部紹介してます、えー、もし興味があれば最新動画を見逃さないようにチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。 あと無料 LINE 講座やり抜く子の育て方を2021年3月1日にリニューアル開設しました、えー、そこでもより具体的な関わり方声かけの仕方を動画やブログやそして実際のテキストメッセージであなたにお届けしますので、えー、よければそちらをポチッと押してもらって友達になってくださいはいジ・エンド今日はこれでおしまいです それではワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバーイやり抜く子